はい、酒好きな元新潟人のユッキーです。今回はですね、こちら、マムシくんですね。2ヶ月前からクソ出しをして、8月の21日からね、7月の21日から、クソ出しをして、2ヶ月間ね、クソ出しをしたんですが、水でね、毎日水を変えて、糞をね、綺麗にしていました。そして、今日ね、残念ながらこのマムシ君には、悪い酒になってくれ。ということで、こちらスピリタス、ね、用意しましたんで、とりあえずね、マムシ君にはね、酒になってもらうということで、用意しましたのは 550cc の、ペットボトルを用意いたしました。で、こちらを、なんとか、行ってくんないかな。マムシくんね、コツがありまして、これはね、一回こうするんです。ポイってやった後に、ちょっと傾けさせます。マムシはなぜか、上に登ってくる習性があるので、よくわかりませんけど、多分ですがね。多分ですよ。すいません。とりあえず本来ならば、この暗い、ね、何かをかぶせて、ところに、こう、やったりすると、まあ、生き物ですからね。なんとも言えませんけど。わからん。とりあえずしばらく、この状態にして、マムシくん、マムシくん、まだまだ元気ですね、この子は。うわ、お、来ました、ね、入っていきます。ということで、入りましたので、入りました。とうとうね、こいつが、この中に入りましたので、よし。ではね、こいつの、悪いが、酒になってくれ。ということで、用意しますのは、あれ？これじゃねえ。どこ行った？上語ですね。上語を用意します。上語ですね。
ジョーゴちゃんを用意しまして、うん。マムシの首より、まあ、頭よりこれが細いやつを用意します。そして、ここに差し込んで、悪いな。すまん。死んでくれ。そして、ビャーン。入れます。スピリタスを入れます。で、かなり暴れてくるんで、無視します。あれ？あれ？量的にちょっと、量的に足りなかったっぽいぞ。だがしかし、ここで、ここの量までしかなか、入らなかったんで、ここまでを、こうペットボトルを潰して、完全に埋まるまで、やります。ちょっと待って。ちょっと待ってな。これアップで、アップで見せた方がいい。さすがに。アップで。こいつね。ここにいるっしょ。これをグッて。とうとう意識が早速遠のいてますね。まあ、多分アルコールの度数が高いからすぐあれだったんでしょう。まあマムシは基本的に息してるのはどこで息してるかっていうと側線だっけって言っていわゆる足のあたり、鼻では息してないはずなんで、おそらく。昆虫とかと同じで、足の方に、足っていうか尻尾のあたりに、あたりでしてるはずだと思うんですけど、ちょっと、にわか知識なんで、どうかは知りません。はい、こちらね。ちょっと邪魔だな、これ。まあ、2ヶ月間くそ出ししたんで、まあ、くそは出ないと思いますが、はい。まあ、スピリタスを、頭どこ行ったの？あ、頭ありましたね。ほら、完全に死んでおります。死んだっていうか、口上げてますね。ひっくり返ってます。悪いな、マムシ君。君は。君は。君に罪はないんだが。死んでくれたまえ。といった感じですかね。まあ、スピリタスでつけるのは、アルコール度数高いやつの方が、ね、つける速度も速いですし、浸かる速度か。まあ1年待たないで多分半年ぐらいでも飲めるようになると思いますね。ちょっとまだ生きてますね、おそらく。気絶してるのか、ちょっと生きてますね、若干。若干動いてますね。気絶っていうか、アルコール中毒になって、あれなのか。まあ、わかりませんが、若干、今動きましたよ。
あ、ちょっと動いてますね。微妙に動いてる。結構動いてます。見た感じ。以前ね、マムシ漬け作ったことあるんですけど、その時に、クソ出しをね、1ヶ月ぐらいしかしなかったのかな。その時にはね、この死ぬ直前にね、うんちをブリッとするんですよ。うん。死ぬ直前にね、うんちをビリッとするんですよ。ですが、今回のやつはしないっぽい、しなかったっぽいですね。まあ、以前ね、マムシ酒作ったんですけど、瓶の中にマムシ酒作ってたんですが、瓶が落として割れてしまったので、今回はですね、ペットボトルを使います。それならね、落としても割れる心配はありませんって。教訓を生かす。瓶だとどうしても割れちゃうんで。ということでね、まあ半年ほど待ちます。ね。それでは、ご視聴ありがとうございました。